こんにちは、肉です。今回は、ニジューとイッチの信じられないような、びっくりするようなニュースが舞い込んできたので、皆さんにお伝えしようと思います。ということで、私も今見たんですけど、ちょっとまだね、全文は読んでないけど、この見出しだけ読んで、マジでびっくりしています。そして、皆さんもね、これを聞いていただけたら、きっとめちゃめちゃびっくりするような内容になってるんじゃないかなと思いますので、最後まで見てください。ということで、まずですね、ちょっとこの記事を読もうと思います。イッチの大ヒット曲ノットシャイは実は実が歌うかかもしれなかったという 衝撃の事実が明らかになった。えって感じじゃないですかもうノッシャイ私大好きなんですよ。ニッチの中でも特にすごい好きな曲で、なんかもうめっちゃ元気になるし、ほんといつも聴いてたんですけど、こちらのイッチのノッシャイの作曲家シャーロット・ウィルソンは1月20日に YouTube チャンネルの中でノッシャイの制作秘話おかしい話題になっているとなってます。で、 シャーロットがイッチと初めて会ったのは最初のアルバムをレコーディングした時だという。当時一瞬にしてイッチに魅了された彼女はイッチに曲を書きたいと思ったそうだ。その1年後彼女にイッチに曲を書いてほしいという依頼があったという。そこにはこうした曲にしてほしいという指示もあり、彼女は48時間、早すぎないですかめっちゃ早。で曲を完成させすぐに提出したそうだ。イッチを思い浮かべて書いた曲ということもあり、歌詞にイッチという言葉を使用しているの次第だが、 なんと、JYP では、イッチではなく、20の楽曲として曲を採用。えその後1年ほど20の楽曲として準備をしていたのだ。待ってえ、20練習してたんですか 嘘でしょえ、マジでしかし、最終的に、イッチの楽曲になることが決定。タイトル曲としてリリースされることになったという、ということで。そうなんだ。で、ちなみに、このシャーロット・ウィルソンという方は、JIP のシンガールズグループ、エンミックスの OO や、NiziU のスーパーサマーの楽曲制作にも参加しているということで、めちゃくちゃすごい方なんですけど、ノッシャイが NiziU の曲になる予定だったということで、もうこれに関しては、正直この方は、ちょっとイッチと出会って、イッチのファン になってそのイッのために曲を書いたっていう点がありますのでもちろんそのイのファンの方的にはイッになって良かったっていう風に思ってると思うんですよね私もそこに関しては本当にそう思っているんですけどでも JYP 側がこれは決めたっていうことだと思うんですよね JYP が うん、二重の楽曲として曲を採用っていう風に言ってて、しかも一年ほど二重の楽曲として準備してたっていうところで、まあ、この楽曲になるまでに本当に長い間かかるんだなっていうのがまず私の感想ですね。すぐにその作ってすぐにやるっていうんじゃなくて、二重のために長い間準備するんだなっていうのと、あと何らかのことでこれがなくなることもあるんだなっていう。で、それが一致になったりとか、まあ、他にもね、今まで私が聞いたことがあるのは、アイズワンのラビアンローズがね、もともと歌われる予定だったんです だったっていうのをね、聞いたりとか、結構その、アイドル感の中でも、そういう風に曲をね、こっちが歌う予定だったとか、そういうのもあるみたいなので、やっぱりその、曲を聴いて、事務所とかがどっちのグループに合うのかっていうのをちゃんと検討して、曲を出していくんだなっていうところがね、すごくびっくりしましたし、もうこれに関してはね、本当にどちらのファンも、どっちだったからダメとか、どっちだったら良かったっていう、なんて言うんだろう、相手を下げるようなね、コメントはやめてほしいなっていう風に思っていて、っていうのも、もちろん一位が歌って最高級なものになったし、一位に変いて、 たっていうのはあるんですよだけど、その j y p 側が決めたことで、もしかしたら20が歌ってたとしたら、それはそれで私は良い,い曲だなと思って聴いていたと思いますので、 どちらも素晴らしいアイドルグループなので、リスペクトしつつなコメントを書いていただけたらなと思いますが、ただ本当ね、こういうことあるんだなと思って、これからもその一つの楽曲に長い時間をかけて、アーティストたちが歌ってくれるんだなとか、その自分のファンになって楽曲提供してくれるんだなとか、そういうのをね、知れるのが本当に楽しいですので、これからもね、こういう面白いことがありましたら皆さんにお伝えしていこうと思います。そんな感じで、いいっっののししががもしかたしたたら二重が歌うう予定だったっててことにについての感想をコメントにたくさん書いて いただけたらなと思いますこれからもお肉韓国では虹はもちろん一ッの情報そしてガールズグループについての情報で、ね、たくさん取り上げていきますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いしますはいそんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれでは